メディアを再生するティンカラ・コバチュは、スロベニアの歌手、ミュージシャンである。2014年5月に、デンマークのコペンハーゲンで開催される、ユーロビジョンソングコンテスト2014に、スロベニア代表として参加し、ラウンドラウンドを歌う。1997年に、ポルトロシュ音楽祭で、最も有望な歌手に選出されたことが、プロのミュージシャンとしての経歴の始まりであった。 この音楽祭での受賞作品の制作人、作曲家のダニロコツヤンチッチと、ソングライターのドラゴミスレー、メフ、マリノ・レゴビッチは、その後、デビューアルバム全体の制作に関わることとなった。2004年、ルブラナのザンカルホールでの4回目のコンサートに、ジェスロタルのボーカリストヤン・アンダーソンを招き、これが、きっかけとなって、フルートの演奏もするようになった。その後アンダーソンは、 ジェスロタルのクロアチア、イタリア、オーストリア、ドイツでのツアーコンサートにティンカラをゲスト歌手として招待した。過去に幾度にもわたってユーロビジョンソングコンテストのスロベニア代表選考に挑んできた。最初の挑戦は1997年大会の時であり、この時は10位に終わった。1999年大会の国内選考では視聴者秒で首位となったが、 審査員病で敗れ、最終的には2位に終わっている。次に挑戦した2001年大会の国内選考では4位に終わった。2014年3月8日、2014年大会の国内選考、エマ2014で、スプット、ラウンドラウンドを歌って優勝を果たし、同大会のスロベニア代表となることが決まった。代表曲の制作を手掛けたのは、コバチ自身と、 ラーイ、ティナピシュ、そして前年大会で、スロベニア代表を務めたハンナ・マンチーニである。トリエステのジュセッペ・タルティーニ音楽学校で、音楽教育を受けて、フルートの学位を取得した。クラス地方にて、夫と二人の娘と共に暮らす。ありがとうございます。